松本健太でございます。よろしくお願いします。ということで、発信するネタの見つけ方なんですけど、はい、テンプレートが決まってるかなと思うんですけど。あ、そうですね、はい、どういうふうな話のネタの見つけ方をされてらっしゃる。はい、僕の場合は主にエンジニアのキャリアについて発信していて、はい、特に、まあ、ウェブ系エンジニア、大きく分けて SIR 系のエンジニアの方とウェブ系のエンジニアっていうのが、まあ、人数比率でいうとエンジニアすごく多いんですけど、うん、でその中でもウェブ系エンジニアのキャリアに向けての発信をしていて、でネタの見つけ方としてはですね、普段からちょっとネタ帳みたいなのを作っていて、芸人さんみたいですね、まあ、そうですね。でテキストファイルに次どういうのを書こうかなみたいな感じのことをバーッと書き出していって、うん、例えばその時にタイムリーなやつとか、ちょうどあそこでなんか今これ話題になってるなっていうやつとか、はい、まあ、時事ネタみたいなことを絡めたりとかしつつ、うん、まあ、なるべくこれからあのウェブ系エンジニアになりたい方とか向けに、うん、こういうのは役に立つだろうなっていうことを、まあ、普段からストックしておいて、はい、でその中で、まあ、まあこれだったら書きやすいなみたいなことからどんどん出していってるみたいな感じですね。だから長内さんみたいにものすごくリサーチしてとかっていうよりはその時に思いついたやつを書き留めておいて、その中で一番これ刺さるんじゃないかなとか、今話題になってるなっていうものを出していってるみたいな感じですね。じゃあ普段からネタ帳つけてて、はい、そのネタ帳の中の一つ選んで、はい、それに関して台本のこと。そうですね、僕は完全に原稿を読んでいるタイプなので。そうですよね、なんか取り方がそういう風に見えるなって、はい、そうですね、多分結構少ないかと思うんですけどね。そう、あそこまでガチガチに台本読む感じ、はい、そうですね、あんまりいないなと思って、まあ、僕がもともとエンジニアってこう記事を書くのが結構文化としてあって、はい、まあ、例えばキータっていう技術系のブログのサイトとかあって、まあ、そういうところに僕よく投稿したりしてるんですけども、はい、ノリとしては完全にその文章で書いてるやつをただ単に読んでるだけみたいなところがあって、だから書き方とかもほとんどそのキータとかそういう技術系のブログに書いてたやつと同じような構成の仕方のやつをもうちょっと口調とかを交互にしながら、だから原稿の時点で実はもう完全に口語体で書いてるので、ほとんどそれをそのまま読んでるだけみたいな。いや、あの作り方は面白いなと思いましたけどね。まあ原稿を作るときはちょっと大変なんですけど、撮影の時と編集の時はものすごく楽になるので。どれぐらい時間かかるんですか原稿を作る時は。だいたい長いと 5,6 時間とかかな。はい、結局本当に1行でメモっておいたやつをすごく膨らませたりとか、いろいろ調査したりしながら最終的に5分6分とかのやつにしていくので、時間はかかったりするんですよね。なるほど。僕もそれやりたかったんですけど、はい、やれない構成になってて、 Excel の動きを見せながら具体的に説明するシーンがあるじゃないですか、はい、結構突発的にこれ紹介しないとまずいとかっていうのがあったりするんで、台本ガチガチに組むと、はい、なんか本一冊作るような感じの、そうですね、大変な構成になっちゃうんで。そうですね、なんか結構僕の場合台本作らずにもう直接この使い方を求めてる人はこういうものを求めてるから、次こういう話をして、こういう話をして、次の話の内容を頭で考えながらやってるんですけど、はい、結果的に編集者にとってはめちゃくちゃ大変な感じになってるっていう。そうですね、エンジニアで言うとライブコーディングみたいな感じで、ライブで操作とかを見せていくやつだとなかなか僕みたいにやる方は難しいんですけど、僕の本当に語ってるだけなので、それだとああいうやり方で、ね、まあ、原稿をちゃんと作っちゃえばあとは楽みたいな。あの書いたやつってブログで出してましたっけ。書き起こしとか当初やってたんですけど、今ってこう Google の機能で音声認識して自動的に書き起こしできるやつもあるので、それでやってたんですけど、あんまりそっち受けが良くなかったので、それはもうやめて YouTube だけみたいな感じ。 YouTube 向けのテキストを書いてるってことですね。そうですね、そういうことですね、はい、で今は僕の動画、僕が個人で喋ってるやつと、あとこういった形のコラボ動画っていうので2種類やっていて、でコラボ動画に関しては完全に編集も外注させていただいてるんですけど、自分で喋ってるやつは自分で編集していて、ただその時も結局テキストは全部手元にあるので、まあ、それをこうベタ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 貼っていけばいいだけっていうことで、撮影と編集は僕は多分すごく早い、原稿を作るのがちょっと大変っていう、そういうタイプの発信の仕方ですね。すごい、多分このユースフルっていう番組を見てらっしゃる方ってビジネスパーソンの方が多いんですけど、はい、自分で情報発信するときにどの媒体選んでどういうワークフローでコンテンツ作っていったらいいんだろうって、結構多分最初めちゃくちゃ悩まれると思うんですけど、そうですね、はい、健太さんのこのやり方はものすごく最初大変。そうですね、まあ、一個一個作るときの一番最初が大変かもしれないんですけど、はい、撮影と編集っていうところに関しては労力めっちゃ減ってコスト下がるんで、そうです、こっちの方がもしかしたらいいかもしれない。僕のどっちにコストをかけるかですね。そうですね、そうです、どっちにコストをかけるかです、はい、で池早さんみたいにはパワポでずっとそれを読むみたいな感じのやり方の方もいらっしゃいますし、どれがいいか多分人それぞれだとは思うので。なるほど。